設置された条約。略称は国際連合腐敗防止条約。民主主義や公正な競争、組織犯罪、テロの防止策、法の支配、人権、生活水準などが、腐敗による、横領、粉飾決算、資金洗浄、贈収賄、汚職などの経済犯罪によって脅かされることを懸念し、2003年10月、メキシコのメリダで開催の国際連合総会において採択された。同条約は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補完する役割を担っており、この2つの条約の執行及び締約国の監視は、国連薬物犯罪事務所が行い、国連腐敗防止条約加盟団体会議がほぼ2年ごとに開催されている。2004年6月の国連グローバルコンパクト代表会議の結果、同条約は、グローバルコンパクトの10原則に組み込まれることとなった。2014年12月、国際連合安全保障理事会は、本条約及び国際組織犯罪防止条約等、関連条約の加入、批准、実施を求める付帯決議を行っている。国連腐敗防止条約加盟団体会議は、2017年11月に開催された。批准国、加入国未批准国未署名国批准済みの団体は、法人として加盟した欧州連合、国際連合加盟国のうちの189カ国、及び、クック諸島、パレスチナ、バチカン市国である。署名済みの団体は、2021年12月現在、欧州連合及び国連加盟国193カ国のうちの140カ国、クック諸島、パレスチナ、バチカン市国である。署名はしているが、未だ批准していない国家は、人口100万人以上の国においてはシリアのみ、その外ではバルバドスのみである。未署名の国は、朝鮮民主主義人民共和国、エリトリア、サンマリノ、モナコ、アンドラ公国など9カ国。参議院外交防衛委員会の議決を経て、2006年6月2日に、国会両院で条約の締結が承認された後、批准に向けた審議は主に参議院で行われていた。2009年4月には、政府開発援助等に関する特別委員会の議題となり、また7月には、国際地球温暖化問題に関する調査会において、外務大臣官房参事官に対する聴取が行われた。国連安全保障理事会は2014年12月、当時の日本を含む未批准国の批准を促すため、付帯決議を行った。その後、安倍晋三内閣の下で、組織的犯罪処罰法が改正のために、テロ等準備罪が新設され、2017年6月15日に、条約を実施するための国内法改正法が、国会で可決成立し、本条約は、同年7月11日、国際連合事務総長に受諾書が寄託された。これにより、本条約は、日本国については、同年8月10日に効力及び拘束力が発生した。ウィキソースには、腐敗の防止に関する国際連合条約の原文があります。条約は71か条で全文と8章からなる。同条約では腐敗の主体は、公職、公務員、外国公務員、国際公務員などのほか、民間の法人、個人なども含む。ウィキソースには、国際連合腐敗防止条約の原文があります。ありがとうございます。